よし、万全。お、意外と電波というかデータ通信早い。ちょい待ち、ちょい待ち。あ、そうだ、枠説明に雨が降ったらすぐやめますって書くの忘れてた。データ通信速度は、雨は今のところ大丈夫です。いや、雨今やんでます。さっき一時的にざっと通過しただけだったんで、雨雲がまたしばらくは止んでると思うけど、降り始めたらすぐ放送やめます。よし。で、今ですね、ここ、なんていう地名でしたっけ？なんだっけ？さっき雨が降ってました。今そうでもないです。ですね。あ、そうそう、伊是名島の伊是名ってとこだ。レイニー。今、ここの民宿に荷物置いてきました。で、必要な荷物だけ、持ってきてます。で、これから、この中央付近にある役場の近くの JA の近くで弁当を買って、で、その後ぐるっと島回ろうと思ってます。一周しても15キロぐらい。で、意外な出会いか、そういうわけではないんですけどね。でも、ここの宿はブログで、調べてる中でブログで見つけた記述の通りでした。ツイッター見てもらうとわかります。どんな感じかは。お昼これから弁当を買いに行きます。この辺り店ありますかねって言ったら、 JA の前の山っていう店で、お弁当買ってくるといいよって言われて。よし。あと、この家の周りの街並みが、街並みっていうか家並みっていうか、すごいというか、なんというか、昔のままみたいなんですよね。で、今で、あれは単に、かすかに船酔いで、画面見てたら気持ち悪かっただけです。もう大丈夫です。じゃあ、で、今、片っぽだけです、荷物は。弁当買ってくるといいと言われたので。ああ、引っかかった、引っかかった。よし。では、お待たせしました。ちょっとこの周りの家見てもらいたいんですけどね。電波来てるかな？ひどい。ひどい宿。あ、いや、弁当とか昼ご飯別に頼んでたわけじゃないので、先にチェックインの時間も関係なしに荷物を貸してもらっただけです。どうですか、この感じ。見えてますか？これとか。で、この辺り前、竹富島みたいに観光地にしようっていう案があったらしいんですけど、議員の誰かが反対したとかで、そう、風情がすごいんですよ。議員さんの誰かが反対したとかで実現しなかったんだそうです。あと、もう住んでない家っていうのもあちこちありますね。ですね。権力がこう出てれば人というか、人というか。石垣が、そうそう。そうですよね。だから竹富島が観光地化されてない竹富島みたいな感じだと思います。なんか竹富島にみんなで視察にいたそうなんですよ。あれ、福木かな、あそこの並木は。熊本城の、どういうつながりか私分かってないんですけど、あるんですか？もったいない。でも、我々みたいな人間にとってはすごく美味しいとも違うな、なんていうのかな、ありがたいところなんですよね。観光地化されてないと、なんかすごく 沈みですね。廃墟の。で、この石もですね、こういう多孔質のやつ。これって火山岩なんでしたっけ？今は止んでます。さっきざっと降っただけなんで、結構強い雨でした。で、この放送も降ってきたらやめます。やめて、雨具着て走ります。お昼はこれから弁当会に行きます。サンゴですかね。あれ間違いなくサンゴだな。この辺りは間違いなくサンゴですね。この辺り。風に、そうそう、台風対策ですよね。だってこの辺りの家の作りっていうのは。台風で屋根飛ばされないように。ここの家も今住んでないのかな。電波、伊豆の島は確か全体的にあるんじゃなかったかな。ないとこもあったかも。暴風ですよね。沖縄は31日まで。31日の15時の便で、あそこ、家の中のテレビが外から見えてますけど。
道からあのお家の中のテレビが干渉できてるんですけど、盗撮だね、いいですよね。あ、ちょっと日が出てきたかな。そう、そういうとこ大好きでございます。10年前からそういう趣味でございます。平屋、まあ、あ、2階建てあった、一応民宿中。おー、台風ですね。台風の被害がシャレにならないからだと思います。そう、今伊是名島の伊是名っていう地区です。あ、今ここ出てないですか。じゃあ改めて出しましょうかね。確かにこの辺り十字に行く、あの、なんていうのかな、あの5番目になってるから、ちょっと待ってください。今ここは、あ、行ったかな。廃墟ですか。廃墟になってるところもありますね。うん、今ここ、今これで行きました。まあ、囲いは別に崩さないでしょうね。トカラは、那覇のちょっと西の方あたりでしたっけ。トカラは違ったっけ。恐山にも似てる。恐山、まあ石が積んであるという点は共通してるかな。ヤギいますか。ヤギはさっきどっかでヤギの匂いしたんですけどね、あの、生き物はまだ見てないです。ヤギの生きてるやつは、生きたヤギは見ていない。雨さっき、通過しました。風景かっこいい。何が一恥で、この集落の中の民宿に泊まってます。で、宿の記帳もしないし、あの、今のところ私、あ、1泊2食4500円です。どうですか、1泊2食4500円。またには住みたくなるわ。で、電話で私は自分の名前伝えただけで、名字伝えただけで、それ以外の何の情報もまだ伝えてないんですけどね。で、もう部屋に入れてもらって、コーヒーとお菓子もらっちゃって、一緒にテレビ見て、こういうの大好きですね、私は。仲間由紀恵、あの人ってどこ出身なんだろう。で、これから島の真ん中ちょい下あたりにある JA に行きます。お客さん今のところ多分、そうですね、いないと思います。それ、この前の千葉でもあったな。ん、千葉でも、あ、いや、あの民宿ですよね。そうそう、名前しか言ってなくて、キャンセル、あの、来ないっていうリスクについてあまり何も対策してないっていうところがおおらかってやつですね。そう、これも沖縄で信号あったっけ。こんにちは。信号見覚えないな。そういえばこの島に入ってから信号見てないですね。ですよね、あの市役所のとこも確かなかったような、まあ、これからその市役所のとこ行くんですけどね。うん、これ舗装し直しただけでしょうね、多分。綺麗な道路、道路綺麗すぎる。わら、信号はないでしょ。車も通れない。この島の最高峰の大野山っていうのより4センチ低い知人山っていう、クイしました。クイ中か、袋詰めして飛行機輪行しました。なんか4センチ低いらしいです、あそこの山。なんか東屋の屋根みたいなのが見えるな。あそこの一番高いやつのちょっと右肩あたり。トラックは、そうですね、どうだろう、工事とかするときは重いやつ取るのかな。あ、もうきつい。ホラフキーさんと一緒です。もうダメか。電波は集落あるとこじゃないとないのかもしれないですね。でも役場の近くはさすがにあると思うけどな。難しいですね。ですね。民家、集落は 4、5 箇所ありますね。4センチはそうですね。
電波はもう少し行ったら復活しないかな。今ここでドコモのエリアを重ね合わせられるらしいので、沖縄です。群馬ではない。群馬だったらもっと寒い。ジャワル。信号の、でも子供向けの信号の、あ、電波。私の行きたいところに電波があまりないからです。人がいないところに行きたがってますからね。役場、あれかな。あれって携帯の電波なんだろうか。ええ。もうすぐ役場。忍耐に一言おめでとう。あとあれかな、感動した。はさすがに古いか。もうそろそろ電波良くなってもいいですよ。どちらかというと上から感かな。中学校、さっきこの辺りの前通って宿まで移動したんですよ。完全雨装備だったんで暑かった。気温は今20度は超えてると思いますよ。25度はさすがにいってないか。 21.2 度って出てます。あ、 21.2。 フラフキーさんのガーミンさんは 21.2 度と言ってます。あ、でも来ました。明日、そうですね。予報だとまだ悪かったんですけど、今日どうかな。あ、ぬるぬる。暑いよ、暑いよ。そう、12月も、年末に、22度、3度。半袖走れるってのは凄まじいよね。半袖、気持ちいいですよね。屋根、うん、あの、飛行機の上とかから見ると街並みの色が全然違うんですよね。神奈川現在の気温5度です。5度か。昼まで5度か。低いな。割と開けてきた。あ、良くなりましたかね。さすがにこれは街の中心地のはずだから。あ、でも商業的な中心地じゃないか。台風が、あ、多分そうでしょうね。 あれはしっかり違いますからね。そうですね。で、JA はどっちだ。うん、本当に5月とかそんな感じですよ。ですね、あ、そっちだ。そっちにある昼ご飯はすぐそこで、JA の売店の対面にある山さんとかなんとかいう名前の、どういう店かもしれないけど、山さんで買うといいらしい。山さん、こんにちは。山、しかもあの一文字の漢字の山でもないし、なんかあの口では伝えられない山でしたよ。 JA 沖縄、これですね。山はどこ。これが JA の売店っていうのかな。 JA のスーパーみたいなところで、いや今降ってない。 あった、ここか。こんにちは。あった、お食事どころ喫茶山。ひらがなやん、漢字じゃないやん。お食事どころってあるけど、これご飯食べられるんですかね。そうですね、中で食べられたら食べた方がいいかな。何殺し山さん、どうしようかな。中で食べられるんだったら弁当よりもここで食べた方がいい気がするな。多分宿のおばちゃんは普段から、うん、あ、大丈夫です、あの話しても。大弁当屋、よいしょ。あ、もう重ねてもらって大丈夫ですよ。よい
しょと。今この袋の中に雨具が詰まってます。雨が降ってきたらこれをパッと展開して、そう、 J、A、 軸のこれだったら別に鍵とかなくてもいいかな。うん、見えてるし。じゃあちょっと聞いてみようかな。下向けますね。ご飯まだ食べられますかね。はい、大丈夫ですかね。はい、よいしょ、やった。すいません、あの弁当の方が結構安いんで、残り1個しかない弁当にもう1個作り足してもらうことにしました。メニューが野菜そばが650円とかタコライス600円とかなんですけど、弁当大が500円、弁当中が400円なんですよ。でどんな弁当かっていうと、あ、それ後で食べるとき見せればいいか。というわけで安い方にひよってしまいました。なんてあ、こっちじゃない。あと弁当ここで食べることにしました。雨のリスクがね、そうです、だいぶ軽減できますよね。牛の弁当の意味こんな感じですね。あ、ダリだ、ダリ、あれダリですよね。溶けた時計といえばダリですよね。でこれ本当に時計として機能してますかね。針ある、針はないよな。絵ですよね、あれ。絵と立体のオブジェですよね。滋賀県ダリ、雨漏れ、あれか。そうですね、多分屋根修理したんでしょうね、あれは。なぜヒコニャン、高いの注文しなさいよ。なんかあの沖縄ならではの500円以下の定食みたいなのを食べてみたいんですけどね。今回ダリてる、ダリてやがる。弁当作るのになんか炒め物今始まってますね。なんか申し訳ないな。ゴーヤちゃんと弁当か、イケメン、ヒコニャン。
すいません、今ヘルメット置いてるんでコメントがあんまり聞こえてないです。 iPhone で見るか。あ、そうか、確かに弁当作りたてをどっちが食うかっていう話がありますね。それは結構問題かもしれない。じゃあ今のうちジャンケンしときましょうか。いいですよ。じゃあ最初はグーじゃんけんぽん。おかしいな、パー出したら大体勝てるはずなんですけどね。おかしい、じゃんけんの必勝法としてはパー出したらですね、9割方勝てるはずなんですよ。この間忘年会でもパーだけ出し続けて40人中2位まで上がったんで、まあ1位にしか商品なかったんですけどね。忘年会のじゃんけん大会でパー出し続けたら本当に最後の2人まで残ってしまって、で最後の最後でパーしか出してないって気づいたじゃないですか。いや、相手もパーしか出してなかったんですよ実は。決勝戦は永遠パーを出し続けるのが大会になったんですね。そうだから、なんかグー出す人が結構グーかパーしか出さないですよね。チョキはなんかチョキは特殊なものとしてあんまり使わ最初では出されないイメージが。血液型というと、うん、AB 型的な感じですね。チョキはそうですね、チョキは間違いなくそのカテゴリーですね。そう、冷めた弁当私は大好きですよ。ああ大好き。チョキは B か、確率的におかしくない。勝てば席がセンターだったんですね。こっちのコメントはとっさに手を出すとグーになる。負けは負け。負けは負け。チョキは手動かすの面倒い。うん、手を動かすのが。ミスは再加熱かもよ。ん？実は。再加熱。まあその可能性はあるかな。なるほど。パーはなんか弱いイメージがあるからな。忘年会。そう、忘年会。じゃんけんよりも就職に勝ちたい。切実だ。切実だ。この時期。チョキの確率低いですからね。アリシュワンダー。真ん中なの風だけで強いな。この時期に就職ってなんかすごい切実ですよね。アリシュをかける。アリシュを。前秋田行った時、秋田じゃない、どこだっけ、岩手だったかな、岩手あたり、ご近所ライダーさんと一緒に走ってて、でキャンプの時に道の駅で買った大量の生のキュウリを味塩だけで食ったら気持ち悪くなっちゃって、あんまりキュウリって大量に食うもんじゃないですね。2本も3本も食ってたら結構気持ち悪くなります。よいしょ、キュウリ、キューカンバー、あ、味噌とかだと まだまろやかになりますかね。結構そう、キュウリって夏野菜ってイメージあります、ね、夏野菜ですよね、多分キュウリとナスとトマトが夏野菜の代表的なイメージが、うん、キュウリ畑で、あれ、鶴だっけな、鶴状のやつでしたっけ、になりますよね。食後は一周回ろうと思います。雨が降っても一周するんだけど、雨が降るまでは放送しといて。あ、モロキューか、なるほど、モロキュー、味噌キュー、モロキュー作った。え、この伊是名島にそういうのあるんですか。釣りはしないかな。うん、1本86円、相当高くないですかね。あとこれは何だ、この水は何ですかね。これは氷の跡ってわけではないような、きっと中に水入ってるだけに見えるんですけど、これ味がついてるのかな。でも小さいトングついてるし、何なんだろう、何かが入ってたのかな。
全く匂いしない。水道水の匂いしかしない。ここベースキャンプという、うん、ベースキャンプ。弁当おかずいちいち細かいの全部作ってもらってんじゃないかな。申し訳ないな。弁当に時間かかってますね。ここに泊まろうよ、うん、ここに泊まる場所はすぐ近くにもう取ってます。一泊二食4500円です。結果は教授の愉快な冒険放送を見に来ましたから、うん、店の軒先にテントを張ろう。やっついわら。テント持ってきてない。出来合いの、そうみたいです。あ、できてきた、できてきた。明日はどこ行くんですか？なんか偉く用意してるね。作り置きしてないんだね、うん、味噌汁ついた。怖くてか。ロボさんは沖縄へ、こっちは年末最後のハロウィーン。一応店員さんは映らないように向けとくか。なんか持ってある持ってある。味噌汁別料金いただきます。あ、あ、いただきます。あ、じゃあ飲めた方が私。あ、これやりながら言ってますけど、これビデオとか撮りながらやってるんですけど、特にいいですかね。あ、どうぞどうぞ、いいです。じゃあいただきます。あ、大丈夫ですね。じゃあ、これが500円、ちょっと待ってくださいね。うん、近い。こう、うん、ピント合ったかな。よいしょ。うん、ご飯の量がもともと多いな、これ。じゃあいただきます。なんで弁当安いから。沖縄のどうだろう、沖縄米作ってるんだったかな。あ、次枠、そうか、もうお氷か。うん、次枠取りますね、じゃあ。これ一般枠だったよな、確か一般枠だよな。うん。じゃあ次枠取りますね。その前にいただきます。うん。お、てかすごいボリュームですよ、これ。これ肉は何の肉だろう。うん。日本人は多分サービス、うんうん、どうしようか。玉手箱やって言えばいいんですよね。玉手箱や、うん、うん、この辺りなんかモズクが特産だったはずなんで、うん、あ、すごい美味しい。これ 近くの港でモズクの加工工場とかあるんですよ。そのもずく製品だと思います、これ。なんかピリ辛っぽい、きゅうりと人参と一緒に、ちょっとキムチっぽくしてある。あ、ピント合わないだろうな。うん、こんな感じで。ご飯洗ってない。結構辛いですね、これ、うん、もくずじゃね、もずくね、海のもず、うん、じゃあ次枠でこれ赤くなってますね。うん、
うん、お水箱で2人だけで楽しんでる、うん、あ、玉手箱じゃなくて宝石箱か、うん、ロスタイム長い。なんか最後のコメントがぐさっときたな。楽しんでずるい。これチャンプルも入ってますね。これは豆腐チャンプルかな。ロスタイム。まだ流れてるのかな、ストリームは。あ、流れてるっぽいですね。うん。うん。本当に1分のロスタイムあるんですね。なんでしょうね。これすぐ次枠始めて、うん、でその次枠始まったらもうお弁当食い終わってたっていう状態にまで持っていけたらあっという間にあれなくなったっていう。よいしょ。じゃあ結構笑えるかなと思ったんですけどちょっと、まあ、まず無理になる。食う速度的に厳しい、うん、ちょっとコメント今から読みます。まだ食ってない。よいしょ。いらっしゃいませ。これ多分豚肉なんだろうな。あー、ピントが惜しい。ロボさんの弁当を温めてるの？あ、来た。いや、弁当温めてもらってます。熱いです。うん、豆腐チャンプルー的なもの。うん。500円の弁当です。うん、コンビニ弁当より本当にうまいと思いますね。で、こっちのあの例えばあの道路工事とかする人とかがいつも朝この共同売店みたいな、あとこんな食堂とかで調理の音かな。こういう弁当買ってから現場に行くんですよね。ピント合わねえ。無理かな。うん、安いですよね。あ、これレタスか。あと、もちろんこれもある。ピントは。あ、来た。うん、ゴーヤチャンプルも入ってます。なんかチャンプル類が妙に入ってる。うん、うん、もうちょっとこれ私の方に集中して近づけてやっといた方がいいかな。こんな感じか。味噌汁もなんか油揚げがいっぱい入ってるって見えないや。沖縄って感じ。いらっしゃい。うん、本当に沖縄って感じですね。本場のゴーヤチャンプルは美味しい。うん、ぶちまけたらいいのに。うん、
これがさっき のキムチ風味のもずく。うん、やっぱキムチにもずくが混じってる感じですよね、混ぜてある感じ、うんうんうん、美味しい、うん、キムチ風味だと、うん、あ、水はそういえばあるのかな、はい、すいません、うん、いらっしゃい、店内の弁当一番安かったんで、あと宿のお母さんのおすすめがこの弁当だったので、おしゅうございますよ。確かにおすすめされるだけの弁当ですね。もずくの発音がもずくるときと、うん、もずく、いや私はもずくっていう感じですけどね、もずく。ありがとうございます。あ、船大丈夫です。あの時だけなんで。こんにちは。本当に気持ち悪くないにも、あの、なんだっけ。ん、高いメニュー、高いメニューは、牛丼とカツ丼とソーキそばの700円かな。それがあの最高峰。あとぜんざい300円、かき氷100円。うん、私はもずくだな、もずく特選隊。お水は美味しいですか。水は、うん、うん、うん、かき氷100円ってのはどういうやつなんだろうな。K の法則って何ですか。あ、これサラダだったんですね、この部分は。うん、これですね、炒め物かと思った。このレンジで温めた方が、うん、かき氷ちょっと腹いっぱいになりすぎな感じがするんで、ね、普通はもずくは、え、もずくもずく、うんうん、もずくじゃない、もずく、でもどうなんでしょうね、なんか、場所によってもしかしたらイントネーション違うのかもしれないし、私福岡独特のあれかな、もずくは何より美味しいでしょう。違和感ないと思いますけどね。違和感ないですか、まあ、うん、だから木酢じゃないって、海のもずく。もずくって言いますね、私は。あ、関東では、あ、もずく。もずく、もずく。海のもずく。寒いからですよね。こっちはの食べる気になります。腹いっぱいだなので、ちょっと遠慮しようかなと思ってるだけで。アイスクリーム、ユーストリーム。ユーストリーム。お客さんは他にいるの？今お客さん他に入ってないですね。さっきのテラスのテーブルに一人いたけど、今いらっしゃいませんね。おいしゅうございます、うん、宿の晩飯はさぞかし豪華なんだろうね。宿の晩飯はですね、多分一般的な意味での豪華ではないと思う。あのブログで見つけたあの宿なんですよ、あそこ。あ、あれ映ってたのか。サイズ特大36枚入り、鏡餅で36枚入りっていうのは、あのプラスチックの中にいっぱい細かいのが入ってるんですね。そういう意味か。僕はまたこういう平べったいのはこう36段になってるのかなと思ってました。
バベルのなんとかみたいな。そう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 。バベルだっけ、なんかの、うん、並べ替えゲームみたいな、うん、2M の回数が書かれてやる。うんうんうん。なんか気持ちですね。うん。ゴーヤーもう食べちゃいました。うん。おかず、いや、まだあります。切り餅が36個入ってる。うん。切り餅ですよね。そうか。なんかピザみたいなのが36枚重なってるのかと思いました。薄いやつが。うん。餅か。餅ネタはですね、なんか、あ、それだけに言ってしまうと、餅を食べることがメインになってしまって、食べるというか、餅をたくさん、面白がって食べることがメインになってしまって、味わう方になかなかいかないんですよね。餅の餅ネタ。うん、餅ネタ。どちらにも取れる餅ネタ。昔どっかの人がやってたみたいに、うん、餅つく配信からやってみたらいいんじゃないですか。いや、餅つくは、機械使った餅つくは実際に配信したことあります。私の部屋で。でもあの人には勝てないですでしょうけどね。ん？マロさんの伝説の餅つき配信には。マロさんはどうしたんでしたっけ？ご飯余ったわら。いや、あれも餅つき機だったんでしょうけど、うん、なんかカタ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 する音がして。あ、あれか。思い出した思い出した。あの餅つき機がなんかものすごい振動を発し始めて。マロさんが慌てたやつですね。そうそうそう。そうそうそう。慌てたっていうか爆笑してましたよね。うん、あれは卑怯だったな。ねえ、あの、うん、リズミカルに。おかず早く、いや、そうでもないですよ。大丈夫ですよ。私ちゃんとあのおかずご飯バランスは常に気にしながら食ってますから。うん、今皆さんの見えないところにまだとんかつが残ってたんで。うん、完璧でございます。こんにちは。こんにちは。うん、今のところ雨が止んでるのでしばらく外配信できそうです。この店はなんか1日にはもうそろそろっていう感じだったんですよ。あの宿のお母さんに聞いたら、この山さんっていうところでお弁当買ったらいいけど2時ぐらいにはなくなるかなって言ってました。でさっき来たら弁当1個しかなくてで急遽弁当追加で作ってもらったって今食べてます。うん、パック寿司をチラシ、いや、あれはチラシ寿司ですよ。あれは握りじゃないんです。元からああいうものなんです。綺麗に食べたね。うん、あ、味噌汁まで飲んでなかった。不思議ですよね。買った時は普通の握り寿司だったのに、うん、うん、いつの間にやら。そうそう、カバンの中に、カバンっていうか袋の中に入れて、うん、宿か帰ってきて開いたらチラシ寿司になっていたっていうね。うん、不思議なこともあるもんですね。ちょっとご飯がなんか握ったみたいな形になってましたね。コメント、いや、一応見てますよ。こいつで、こいつで、うん、あのコメント無視してたらすいません。うん、そう、なんかシャッフル、いやいや、あのあれで、チラシ寿司で、うん、GoPro の調子はどうですか？うん、GoPro 雨にさえ降られなきゃ大丈夫ですね。さっきメディア変えてきたんでまだ6時間いける。うん、うん、チラシ寿司、あのネタをやっぱり握り寿司でしたって言ったって面白くもなんともないじゃないですか。宮古石垣は今回行かないです。うん、本当にあの沖縄本島の、あの本部半島周辺の島だけです。明日はあの、伊江島ってところに行くつもりです。さっきあった自転車の人が、なんか宮古に行こうと思ってたけどみたいなことを言ってました、ね。あ、そうですね。電波は、泳いでない。電波は、ところにより結構ないみたいですね。あの、今ここ、あのこの枠説明の今ここっていう URL でドコモのエリアを重ねて表示することができるらしいんで、それで見ると、あの行き先に
電波があるかどうか皆さんは見えると思います。私は見えないけどな。こんにちは。で、白石首相、そうそうそう。企画は、まあ企画中かですね、沖縄に来ることだけ、那覇に来るチケットだけ取ってて、で、今回このルートで走ろうとした、走ろうというふうに決めたのは、先日と前々日です。2日前から考えて1時前に決めました。見えてますか。家島、あ、とんがり山なんだ。いや、全然情報知らないんですよ。晴れてれば、いや、今から回るつもりです。降っても回る、雨雲持ってきた。家島タッチューってとこか。タッチューってとこ、タッチューってとこ。うん、水は何の癖もないですね。なんと表現したらいいもんやら。うん、あるんでしたっけ、コミ動画にあるのかな。ごちそうさま。うん、ソーキそばの、あれ、ソーキ屋の入ってないただの沖縄そばなんですけどね、朝ごはんに食べました。うん、国王が、あ、そうそう、それは、あ、うん、ありましたね。なんだっけ、小炎王っていうんですかね。小炎王、あの、なおの小に、つぶらの縁に、あの、王様の王ですね。この人ですよね。ちょっとあの博士っぽいけど、クラーク博士っぽいけど、コンビニ多分ないんじゃないかな。どうでしょう、ね、今のところ見てないですね。長兵衛じゃないです。半袖寒くねえんですよ。これで寒くねえんですよ。全然半袖の寒くないですよね。ファンネルマーク、あれは、あ、それファンネルマークって言うんですか。うん、あ、そうそう。で、キャラクター化したやつがこちら。だいぶ違うけど、琉球の王様って感じですよね。よく知らないけど、琉球の王様って感じですよね。正面与太将位だけって、クラーク、うん、まあ、確かにクラーク博士みたいですね。ピント合ってないのかな、これ。うん、どんな関係の方、ちょっと言えないな。中国かな。伊是名島イメージキャラクターですよ。目が丸。少年用大衆抱け、中年用最衆抱け。それ言われると、プチプチ。いや、結構いいですけどね、転送速度。沖縄の北部ってほどでもないし、沖縄の中だったら大体同じぐらいじゃないですかね。全然寒くないです。走るとちょっと暑い。じゃあ器重ねて、ちょっと加熱したから容器が変形してますね。ああ、風邪ひかないようにしますね。半袖です、今こういう格好。ついでに短パンです。島一周したい、しとるつもりです。本当にあの初夏ぐらいの感じですよ。ここで、トライアスロン毎年開催されて初めて知りました。
そうですか。ぜひどうぞ今年。またトライアスロン誘われてる。よいしょ。うん。今ここ来てない。あれおかしいな。よいしょ。よし、これでいいかな。そう、トライアスロンに。こっちでトライアスロン絡みの話すると、宿の、宿じゃなくて、今朝のホテルでも言われましたよね。ホラッキーさんはレース系ですね。レース系も、全部チャリ。どういう意味、どういう意味。私が全部チャリってどういう意味ですか。2年前か。放送して私3年前の4月か5月ぐらいからやってますね。さっき、宿にポスター貼ってましたよ。あ、イゼナトライアスロン、おっとっとっと、今ここはちょっと映ってるのかどうかわかんないけど、多分、映ってると思います。今ここ言ってるっぽいですよ、今ここ。送信成功。金槌だという言葉出ましたね。金槌、私泳ぎが苦手だな。僕走るの苦手なんですけど、泳ぎもダメだ。あ、走るの。自分の足で走るのが でも自転車でも自分の足で走ってるのと同じですよね。自衛隊員。あ、見ました。あれは、ね、宿の左右されるするとこ多いですかね。今ここ来た。あ、来ました。あれ、どういうの。ごちそうさまでーす。ごちそうさまでした。いい店であった。役場にいる？あ、今ここはファッションチェック。ファッションチェックという文字列は私はどうでもよい。あ、そうですね。さっきからずっと降ってなくて、あ、青空出てる。お、いい感じ。いい感じですね。よーし。一周回って15キロ。あとは最高峰になってない山に登るか。自転車はこれです。電波頑張れ。あ、電波良くない。おツーリング日和。うん、ロボさんのおかげでとても充実した引きこもり生活を送っています。それはいいことじゃないな。あんまりあったかいんですよ本当に。半袖短パンですから。で、自転車行ったかな。電波あんまり良くないとこ多いと思います。この先スタッフは湯一番目指すと言って、今日はどこにいるの。今日は伊是名島っていうところです。美ら海水族館ので有名な本部半島っていうところから、船で1時間です。そうですか。サイですか。これは予約枠。いや、これ通常枠です。同伴者の顔見たい。通販、あ、オルトリーブは通販で買いましたね。オルトリーブの防水バッグ。国内で流通してないモデルのはず。イギリスから通販で買いました。最近入りのイギリスから通販。東京は凍えてます。凍えでしょうね。さて、どういう風に回ろうかな。次は女性と来たいね。女性か。とりあえずじゃあ港からスタートしますかね。って言ってもなんか同じような道通ることになるか。おばさんのバイク何。おばさんのバイクフェルトです。あ、一応ぐるっと回れるな。車が多い。家でまったりがいい。メンナー山の外待ってる。メンナー山。メンナー山。男も行ける口なんですか。ホモネタ、アツとかいう面白いっていうのもわかるんだけど、その配信者をホモに従るっていう面白さもようわからんな。年越しは沖縄。年越しは実家の福岡です。とりあえずじゃ港まで戻ってからスタートしましょうか。そのホモネタが面白いというのは動画とかのネタで面白いっていうのはなんとなく分かってきたんだけど、あ、伊豆ひよどりだ。朝なやかましく鳴くやつ。ただ配信者をホモ扱いして面白がるっていうのは何だろうな。
っていうか、あの、あまりにもしつこくほも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 言うから、イラついてくるんですよね。面白く、自分で面白くないと思ってること言われ続けるとイライラしてくる。腐ってるの目は全てカップリングに見えない。腐ってる。ああ、それは腐女子ってやつですね。NG、それは難しい。意味を汲み取った上で NG しなきゃいけないから、それは難しい。肌の三凸はどうかな。あ、でもホモって2文字で NG はできるかな。ホモっていう文字列が入る他のなんだっけ、他の文字列に入ってるパターンほとんどないですよね。あるとしたら、あとホモゲ牛乳っていうのありますね。でも普段の会話でホモゲ牛乳がとか言わないと思うから。イラつく、いや、それはもう、お、なんか当たった。なかなか牛乳は見てないな。で、確かこっちの牛乳とかの紙パックが、あの 485ml とかのはず。1ガロンかな、何ガロンか知らないけど。初見です。あ、職員さんいらっしゃいませ。あ、いや、それありがとうございます。得意な、いや、でもなんか面白いんだろうけど、言ってる本人は面白いんだろうけど、この牛乳は日常会話でよくするよ。え、庶民、ん、庶民って読むんだ。あ、もろみじゃなかった、庶民ですね。 ID、 いや、本当に簡単に調べられますよ。あのですね、まずこれこれの文字列が含まれているメッセージ、あのコメントっていうのをさっと検索できて、でそれに結びついてる ID の、 あの過去 の、 あのコメント一覧っていうのもさっと出せますから。私はデータベース操作できるから、そのあたりは強いですよ。というわけで、諸見じゃなくて庶民だった。宿のお母さんに聞いたら諸見って言ってたと思うんだけどな。会社ではないですけど、まあリアル知り合いですね。うん、あ、いやいやしてても、あの ID が一緒だったら、木曜日から次の木曜日までの間はその人が同じこと、同じ ID なんで、 ID 変わったら分かんないですね。でも例えばその人が、あの、なんだろうな、全角空白を使ってる、やたら使ってるとか、あと何があるだろうな、あの、その打つ文章に特徴があると簡単に、あの、検索できますね。ん、八重山署と、ん、住所、ああ、そのあたりはなんか言うと、あの、支障あるかもしれないから言わないでおこうかな。まあ分からんがな。そう、スーパーハッカーってやつですね。あの、バカにする意味で使われてるスーパーハッカー。コメント結構規制出るもんだと思いますよ。そういうの、あの、特徴を自動抽出するような技術もあるんじゃないかな。特定できると言ったら、あの、皆さんに、あの、警戒されるじゃないですか。住所とあと現在地とか。ホモか、またホモか。特定するぞ。おとなしくしときます。プロバイダーの IP アドレスで特定できるよ。そう、プロバイダーに圧力かけて、有力者なんていうんだろう、ああいう人たちのこと。あ、ここにも弁当屋さんがある。そう、遠隔操作班です。あの、電磁波で人間操作したりできますよ、多分。ん、黄色くなってる、広くなってる。あ、さっき赤いとか言ってた NG のあれ変わるんでしたっけ。あれかな、コメビューでの表示かな。あ、で、あそこが、あの、さっき船乗ってきた中田ターミナルです。中田港ターミナル、コンクリエ、そうですね。うん、電波、あ、コメ印牛。あ、陸上トラックそっちにありますね、確か。北側の方に。コメント録、あの、自動で全部撮ってますんで、本当に。弁当で、そんなことより。うん、ちょっと曇ってるかな。ボテクリ回すというか、ボテクリこかすかな。あ、色付きの線。あれ、NCV とかでそんな機能ありましたっけ。で、じゃあさっきやってきた、うん、今日ここの民宿に泊まってます。もう荷物置いてきました。あとコーヒーとお菓子ごちそうになってきました。大好物、警察のでしょうね。北九州弁かな、ボテクリコカスは。きっと今回4泊です。4泊5日で、1日目が名護市泊まり、今日は伊是名島泊まり、明日は伊江島泊まりのつもりです。
家島の宿まだ探してないんですよね。嫌がらせしてたやつとかいますか。嫌がらせは、いや、わかんないです、そのあたりは。昨日は割烹料理のところでいいものを食べましたね。あ、次は太ります。あ、そうだ、じゃあそろそろもうなんか天気持ちそうだから予約枠しときましょうかね。ただ予約枠にした場合は FMLE に復帰できなくなるというリスクが伴うから、アウトフォーカス、いや、やっぱり予約じゃなくていいか。 FMLE が使えなくなる危険性が高いから、すいません、やっぱり一般枠で行きます。オートフォーカスの指摘ありがとうございます。沖縄らしいカラーリングの魚みたいです。カラーリングの、ああ。半分マイナス、そんなに私の放送って悪い人たちが来てるんですか。 IP 特定って具体的な住所は分かんないでしょ。住所、いや、私はそのあたりよく知らないです。いや、知ってます、スーパーハカーだから。1分ない、あ、残りですか。まあ、切れたら次は取ります。さてと、じゃあ溝に走るか。ママチャリのタイヤみたいだな。ママチャリのタイヤ、私のタイヤですかね。近いかな、太さ的には。 32C ってタイヤです。いらっしゃい。オです。じゃあ次枠で、うん、その人は犯罪者。目立つやつに NG したくなるのはしょうがない、うん、目立つ。あ、そうか、あの NG つき、互いに付き合ってるとマイナスの人が増えるわけか。なるほど。ってことは私の放送で皆さんむちゃくちゃ仲悪いってことですか。それはちょっと悲しいな。よっ、わー、今日ざっと降ったけど、その後すっかり晴れてるじゃないですか。そういうことか。残念。今来たけど、あの、次は取りますから。今残りは？綺麗ですよね。晴れてるとやっぱり綺麗に見えるな、特に。あとどんだけだ、これ。残り時間がわかりません。泳ぎたい、泳げると思いますよ。ロスタイムみたいですね。なんか1分ぐらい毎回ロスタイムがある。まともな企業、何の話。仲悪い同士が見てるのか、やだな。終わった。うん、連続枠取りってできないんですか。私がですね、あの FMLE ってあのエンコーダーの環境がうまく動いてなくて、自動に任すとあの連携できないんですよ。枠が取れたよ。結構この環境固有の問題がいろいろあります。まだ来ない。うん、ああ来てるのか、これロード終わってた。ああ日が照ってきた、ちょっと暑いな。ちょいお待ち。お、なんか来た。うん、これでよし、いらっしゃい。傾いてるか、こうか。今日のワンワンの予定はどうなってますか。今日犬はこっち来て見てないですね。いらっしゃいませ。沖縄ですよ。南の島からこんにちは。そう、南の島です。信長、ん、信長、いや辛抱信長ではなくて、向こうにはレイ、え、レイタク、レイタクってどういう意味でしたっけ。いらっしゃい。
縄と聞いて、うん、画質いいね。画質はいいですか。今伊是名島ってとこです。ただこの先また電波悪くなりますから、暗くなってもイライラされないようにお願いします。うん、オレンジと灰色の屋根が多いですね。この人はホラフキーさんです。リアル知り合い、リア知り、知り合い、知り合い、またそっちに持っていくのか。では走ります。島一周15キロぐらいで、あちこち寄り道しながら行きたいな。イライラしないけど悲しくなる、うん、悲しく、あ、イライラしないけど悲しく、聞こえてますね。ん、何アンダーギー、サーターアンダーギーですかね。だからこのネタにされる、うん、本当に。お知り合い、サーターアンダーギーはまだこっち来て食ってないですね。前泣き陣で食ったのがやたらうまかった覚えがある。あといろんな味が混ざったサーターアンダーギーがあって、中割るとハイスポンジみたいな感じで、廃棄物の灰にスポンジ、なんかいろんな色が混じった中身になってて、綺麗なんだけど変な。超暖かいです。ホラフキーさんの格好を見てもらうと分かると思います。で、私はこれに加えて短パンで足むき出しにしてます。船で来たの？船でできました。本部半島の天気は、あ、でも予報だと雨だったんですよ。うわ、下田、意外と早く切れたな。こっから2時間ってところか。持って2時間ですね。バッテリーが、外部バッテリーが切れたんで、GoPro の方をなんとかしなきゃいかんな。ちょっと待ってください。放送はもう切れても構わんが、GoPro は撮りたいので。予備バッテリーないんですか？ですね、ポタファイにつないでるバッテリーがあるんで、これだと PC は充電できないけど、GoPro は充電できる。充電。いや、まだこれがあるんですよ、でかいやつ。これがまだ7、8割残ってるんで。お、いらっしゃい。そう、放送はもう切れても仕方がない。今回バッテリーはフルでは持ってきてないんですよ。最後は iPhone で放送しようぜ。 iPhone だと手持ちしかなくなるんで、それがちょっと、手持ち放送はちょっと、なので PC の方はもうバッテリーから切り離してしまって、で、GoPro の方だけこっちで給電を続ける。本当は暖かくて、スーパーハカーです。うん、すみません。生配信はそれ自体が目的じゃないので、そう、映像として残したいんですよ、綺麗な映像で。配信はいらんが、配信は残ってなくても構わんが。よっと、あとこれいつ雨が降り出すかまだ分かんないんですよ。うん、コーヒーありがとうございます。いや、私はコーヒーもらえないから別にありがたくない。自宅ではですね、いや、GoPro は撮ってるんで、あとはタイムシフトの映像データをダウンロードは一応してます。大勢、そうなんですけどね。でも将来的には、今後10年ぐらいの間にそれ逆転すると思うんですよ。しかし YouTube の方の動画もそんな見られてないですけどね。やはり録画よりもショーだよね。やっぱり生での面白さってのは確かにわかります。ストックとフロー別ね。ストックとフロー、どういうこと、よくわかりません。あ、わかったわかった。ストックとフロー、ストックは積み重ねでお金が儲かっていくタイプのストックビジネスってやつですね。両爪の動画毎日見てるよ。毎日ありがとうございます。でもあれは私のホームページ経由の見方じゃないと何時間も見てられないと思うんで、ぶっ続けでは。最近通用要素が多くなったよね。通要素、板要素、アニメ的な話かな。両爪って配信サービス本格化するんだよね。ん、推しますか？配信、あ、推しまだ見てない。感じしないな。結構高い島ね。ロボさんの推しはそこそこですかね。そう、好き、なんか今ひどいことでもないな、なんか不吉なこと言われたような。 IP 抜きますよ。あ、力もじゃないか。プロ、すいません。寝ますよね、そりゃ。うん、南国配信でございます。
この木の様子とか練習して。変虫、すいません。ゴプロは4K、2K じゃなくて、今720×720 の最高じゃない画質のやつです。これだと6、7時間ぶっ続けで録画できるんで、あと容量的にも少なく済むんで。で、確かこの辺りが知人山。バイフォモデル、ね、モデルも持ってます。初めてロボさん見た時は変なおじさんだと思った。変なおじさん、すいません。4K は今、私持ってますね。後ろのバッグに入ってますよ、4K 録画できるやつ。面白い、ありがとうございます。独り言、そうですね。一応コメントは流れてるんですよ、画面上に。右の方にあのコメント欄があって、喉にワイが大事、じいさん初老ですからね、40代は。ああ、あったかい、あったかいよ。日が、まあ、時々差すぐらいですけどね。滑らか。前に受け。ああ、そうそう、あんまりなんか、喧嘩するようなことは言ってないのありますね、確かに。人によっちゃ、これがなんか本音で喋ってないっていう感じで。あ、伊是名城跡？あれ？ああ、さっき、あれ今ありましたね。パンフレットに。ああ、ちょっと、じゃあ、ちらっと、ちらっと。そろそろ電波が厳しい。あ、電波厳しい。白跡見れないかな。ちょっと多人鍋みたいだね。多人鍋。冬季キャンプですね。わかります。冬季キャンプですね。人の遭遇。おお。ワイハと言ってバレないな。ワイハ。いやしかしいいとこだな。ワイハプラズマ、プラズマワイハ。走ってる人はですね、今日自転車で車自転車進んできてる人たちいたんですけどね。あ、今も全然行ってないのか。伊是名城跡の岩火場群落。うん、これは本当に昔のままなのかな。電波さん来て。うん、電波ダメか。UFO 基地があるんだよ。山の中に。UFO 基地ですね。やった。これは近くまで行けるんでしょうか。うん、中には入れないですよね、あれは。さすがに山と海に囲まれたらダメだな。うん。エリア的にはどうなのかな。グスク、そしろと書いてグスク。で、卵店と書いて玉うどんって読むんですね。うどん、こんにちは。こんにちはって言っても言ってないかな、今。じゃあ、システムコメント、運営者コメントで書いとくか。な、し、ろ、あ、と、に、たち、より、ちゅ、と。あー、運営者コメントもすぐに行かないな。なんか見えますか？あうわ、上コメント全然いかねえ。こんにちは、いつも楽しみにしてますよ、うん、ありがとうございます。宇宙人ポールという映画面白いよ。宇宙人ポール、伊是名城跡に立ち寄りながら、あれかな、なんだっけ、したらワープした、なんとかスミスっていう人がやってる宇宙人ネタ CM みたいなもんかな、ボスの。んリロードしたら映像来てますか。声がいってるくらいの転送速度ですけどね、今。よっと、間違えた。GoPro、ん、ウィンドウ
あ、階段が斜めってるんですね。階段というか、そもそも階段になってない。ただの斜面だ。SPD には辛いですね。プレミアム私を見てるようだ。あ、今回 SPD なんですか、普通の。どちらかというと、グスクという文字に白という漢字を当てた。グスク、え、マジで。グスクが先にあって白が後。へえ。あと卵うどんっていうか、卵うどん今言ってたのか。ラグあっても、でも今転送速度足りてないと思うんですけどね、映像は。細切れになって言ってるってことか。うん、音聞けないから変な会話して OK ですよ。変な会話、何何、音が来てない映像だけ、そんな状態あるんだっけ。あ、静止画。まあ、とりあえず山はこれから先回っていくので、よっと、更新したら運営米来てますよ。あ、運営米、あれは何の施設なのかな。あれ多分トイレだな。ジョン・スミスでしたっけ、あの人。音声は来てますが、うん、まあちょっと電波少しこの先回り込めば良くなると思います。いや、悪くなるかもしれないな。音声のみ来てます。音声のみ、今白跡によって。アラン・スミスでしたっけ、ボスの CM で。ん？あ、本当だ。サムレー道、サムレー道？音声は OK。画像は音声 OK。なんか石畳の道とか続いてますね。石のことサムレーって呼び方してたんですね。サムライをサムレー？元の紙芝居配信ですな。紙芝居。なるほど。よっと、紙芝居か、まあ、しょうがないですよね。いいよ。音は来ている。音、もう少し行ったらマシになるんじゃないかな、電波的に。で、サムレード、これ少し先で合流してますよね。ちょっくら見て、走って後で合流してもいいですかね。多分ここですよね。ええ、ここからこう来て、あ、僕も行きましょうか。ロボさんの声ははっきり聞こえてる。あ、声聞こえる。で、これで行けます？この石畳。石畳といえば、どこだっけ？どっかですよね、有名な。じゃあ、ちょっとこの石畳道行ってみます。大丈夫かな？小田切さんのロードバイク。ラジオ。今ですね、ちょっとこれ、ロードバイクさすがに無理じゃないか、これは。よっと。私のタイヤ太めのクロスバイクでも結構、ガタガタしてんのに。大丈夫ですか。あ、意外と。トミー・リー・ジョーンズか。スミス入ってなかったか。スミスってあの役誰だっけ。早送り、いやとっとっと。サムレイなんちゃら。そう、サムレイ道、サムレイ道か、サムレイ道か。カタカナでサムレイって書いてあります。やっぱり。あ、でも、どのぐらい距離あるかな。変な階段、そうそう、あの段が斜めになってて下るときに大変だっていう。よっ、余裕、大丈夫かな。今これ全く映像来てないのか。石畳で真ん中、両脇は石畳で、真ん中は石畳なのか、真ん中砂利だったり。サムレイ、無茶じゃ、だってパンクの可能性は結構ありますよね。サムレイ道、あと空が少し暗くなってきた気がする。どれなんですかね。
うひょー、おーおーおー、うひょー、おーおーおー、ここは楽ですよね。地図見ると特徴的なお墓あるね。うん、お墓、え、お墓ですか。あ、てかあれが見えてるのかな。え、見えた。おお。やっぱこれ難しいな。あの砂利道含む石畳の道がずっとつながってて、これがサムレイ道というらしいです。そうですね、向こうはお墓だ。電波がないよ。電波がない。それか FMLが止まってるだけかな。道が、そう、 GoPro 動画じゃないと思う、これ。宇宙人映画、ウィル、ウィルなんとか。現状、石畳、石畳と砂利道。FML、うん、まだ繋がってますね。うん、通常発信しても変わらんだろうな。サムレイ。ドサムレイか。おーおーおー、あ、一般道に戻ったかな。おーおーおー。小道画像、ああ、多分それですね。そんな感じで道を走ってました。今出てきました。お疲れ様でした。いや、なかなか楽しいですね。あれ、地図が出てない。いや、大丈夫です。松寺の浜、松寺の浜、ありました、ね、パンクはしませんでした。ちょっと待ってよ、写真とか載ってたら行ってみるか。3分。山口ではない、山口ではない、川口、川口。そう、伊豆のビーチがあるんだったよな。マッテラの浜、これか。まあ特に大きくは書いてないな。ロディン、そうですね。あ、でも見どころって書いてある。現場に見どころって書いてある。自称見どころか。じゃあ見るか。川口博士。そう、川口博士ですね。あ、また砂利道か。マッテラの浜、マッテラカタカナですけど、マッテラの浜っていうところが見どころって看板に書いてあるので、小さな看板に。おーおーおー、ちょっとカメラ片手の状態だと危なかったな、今の。わあ。これ右側かな。うん、アメダス、あ、大丈夫っぽいですか。ありがとうございます。江ノ島、今雪じゃないですか、そっちは。最近は藤岡弘探検隊。藤岡弘、カンマというか、クテンの人ですね。藤岡弘クテンさんですね。ああ、なんかいい感じですね。どうだろう、海沿いに来たから電波良くなってないかな。おお、あ、来ました。画面ライダー、よいしょ。ウィル・スミス、あの黒人の人の方ですかね。よいしょ。私は一昨日スリップして落ち車したから、落ち車、田舎じゃ土曜日やってた水曜スペシャルか、水スペ、そうなのか。今海沿いに出て、ポタファイはこっちにいるとかもいらっしゃいませ。これだと落ちる危険性がちょっとあるな。どうですか、プライベートじゃない、あの沖縄の割と沖縄の商業的じゃないビーチですよ。私こういうとこ大好き。なんか商業的なもの一時嫌ってるな。アクロ、うん、マウンテンバイクだったらもう少し楽ですかね。あのフロントサスペンションが結構あれのおかげで違うと思います。容疑、そう、川口ですね。カモンタツオが歌を歌っていた。そう、カモンタツオが、あれは香口さんが聞いたら怒るんじゃないですかね。あの尻尾から落ちてくるの話ですよね。蛇が降ってくる、なぜか尻尾から落ちてくる。西川口かよ、笑。西川口、東川口、前西川口の駅の近くのあれなんだっけ、文字列が出てこねー、ネカフェに泊まりました。西川口ですか。西川口です。男の町ですね。あ、そうなんですか。らしいですよ。男の町、ここが足とか。西川口はなんか町としてはあまり栄えてるほどではなかったかな。海きれいですね。あそこのなんか出っ張りが変な形してる。あれ、ええ、巨大アナコンダはどこに。
アナコンダ。アナコンダ。そんなのありましたっけ？川口浩探検隊の。ここがキャンプ地？キャンプ地ではないです。ちなみに砂浜のキャンプは意外と辛いです。砂があちこち入っちゃって。なるほど。ヤシガニはよ。ヤシガニか。どうかな。ヤシガニとかいるのかなこっち。泳げるな。これは。岩山の方はいますけどね。キャッキャオフ。キャッキャオフ。西川口といえばピンサロ。ピンサロそうなのか。ハブはいないの。西川口は、なんだ私のイメージってススキノみたいなもんか。おお。南国らしい景色。ロストユニバース。ロストユニバース。素晴らしい。でそこら辺に普通にサンゴとか落ちてますね。よっと。戯れる2人。ほらこの辺り。泳ぎましょう。ほらサンゴサンゴ。海水冷たいんでしょうね。海水はいやだいぶ綺麗じゃないですか。帰ったら砂浜に文字書こう。砂浜に文字。なんかあの相合傘とか書いて。泳ごう。よっと。これなんだ。懐かしさを感じる浜辺。発泡スチロールじゃない方だな。騙された。セシューン。お、これもでっかいサンゴですね。水曜スペシャルは台本ある。サンゴって。水スペ。持って帰っていけないんですね。あ、サンゴですか。違いましたっけ。あ、まあ持って帰れないですけどね。こんな重いもん。そんな重いんですか。結構。あ、意外と重量あるんですね。石灰質がこんだけ詰まってるんですね。アダムとイブ。男の町なんだ。知らなかった。サンゴに食い。岩もすごいですね。ここ軽石っぽいのに。軽石っぽいけど全然 軽くないです。重いです。サンゴってこんな重いんですね。どうですかね全部。あ、砂はですね多分これは普通の砂じゃないかな。沖縄でもあの星砂は一部だけなんで、普通の砂ですね。あとこれなんだ。うわー、なんか腐食しきって元がよくわからない空き缶だ。何の絵が。あー、なんか小さいダニが。小さいダニって言うな。ダニダニ。あ、ダニ。ダニダニ。どなたと一緒。ホラフキーさんという人で、あのダニを何と聞き違えるような人です。綺麗な浜だ。いや確かに違いましたけど。つまりダニ野郎とか言ったら何野郎になる。もしかなんか持ち帰ったらいけないって今。違いましたっけ。いやごめんなさい、適当なこと言いました。いや持ち帰れないですけど。おお、あ、これは艦長落ちてない。艦長、そう、海辺はなんか艦長落ちてるんですよ。確かにリアクションで書くとって。リアクションで書く。そう、妄想力。でもサンゴの細かい範囲いっぱいありますね。ホラフキーさん、そう、ロシアだからちょっと日本語的には。ダニエルさんはナイルさんになるんですか。ダニエルさん。ダニエルさん。ダニエルって言うとなんかあれですね、エヴァっぽいですね。やっぱりダメなのかなって書いちゃう。自分で適当なこと言ってた。どうかな、サンゴ持ち帰ったらどうこと言われるんですかね。わかんないけど。ちょっと、じゃあググってみるか。あ、てか、シリに聞いてみよう。ご用は、あの、サンゴって持ち帰っちゃダメなんですか。さりげなく人骨も混じってます。私には分かりません。ジニアスバーの人なら答えられるかもしれません。税関でやめられるな。サンゴの持ち帰りについて。サンゴの見つかいについて。ウェブで検索してみましょうか。いらねえよ。どうですかね。パッと検索して分かるもんなのかな、そのあたり。サンゴ。自分の言ったことに自信が持てなくなってきた。持ち帰り。ジニアスバーって何ですかね。アップルのなんかサイトかな。沖縄のサンゴは沖縄以外に持ち出してはいけないのですか。知恵袋。知れ物。知れ物って書く知れ物ですね。海辺にはサンゴの死骸が大量に転がって、あれって持ち帰ってはいけないのでしょうか。はいはい、生きているサンゴは当然ダメだ。死んでいるサンゴの欠片で
海岸に打ち上げられているものであれば家のオブジェ目的なら持って帰って大丈夫だと思いますよ。今沖縄県民ですが、内地にいた頃実際私はサンゴのケペを持ち帰りましたからね。空港の手荷物検査で引っかかりませんでしたし、ただし植物となると別です。あー、なるほど。石垣島旅行した時にサンゴの死骸を40キロ自宅に U パックで送った。パンフレット等で沖縄にしかいないハエを本土に持ち込まないために陰謀だったかを持ち帰ってはいけないと書いてあったが、死んだサンゴを持ち帰ってはいけないなんて聞いたことない。新助は何を勘違いしているのか、うん、何の話一体何の話ですかこれ。うん、検疫に引っかかる可能性っていうので害虫とかくっついてる可能性を、うん、だからまあ小さいやつだったら全然問題ないですよね。じゃあいいんですね。よかった。なんか適当なこと言っといて、うん、言って後で叩かれたらちょっと嫌だなと思ったんで、うん、あ、どうでしょうの先の砂ありましたね。あ、なんか止まってたな。うん、あの新助が勘違いしてるって書いてあった。うん、ダメ。バッテリー収容、なんか今止まってましたね。なんでだ。星砂もらったことある。星砂は売ってますね。でも確かに星砂乱獲するとあれ観光資源だからまずいと思うな。あれですね、うん、自然は自然のままにしておくのが一番いい。で、死骸もサンゴの死骸も大量に何かが紛れ込むようなサイズだったらまずいと思うんですけど、小さいやつはおそらく問題ないですね。本来はダメだろうけど、うん、ワーちゃんの死からダメって言ってた。何がダメ。密輸になります。密輸、うん、生きてはいないので、そう、生きてるものが中に紛れ込むような 量じゃなければ多分問題ないんじゃないですかね。星野氏あれ別でしょ。沖の方を見てください。沖の方。隣所さんが。これ今どっちが見えてんだろう。伊是名島から見てるんだから沖縄本島の大きさに。あんまり大きいと何かが中に紛れ込む可能性がありますよね。うん、あっちは多分やんばるのあたりが見えてるんじゃないかな。砂を荷台に乗せて。うん。多分元部半、右の方の出っ張りが元部半島で、で、ま、それからあのやってきた運転口があって、で、左の、あ、じゃああれが氷島かな。知らんけど、うん、あの氷島がなんか向こうのシルエットに隠れてるあれじゃないかな。アフリカマイマイは前なんかはアフリカマイマイ見たことあるな。なんでだ。台風のせいなのかな。木、あー、これ松の木ですよね。確かにボロボロだな。だから松寺で多分。サンゴ虫だけ捕獲。古い自転車ください。ないかな。おお。古い自転車。説明書きの看板あるか。説明書きの看板はない。気がする。説明書きの看板ない。アフリカマイマイ。なんか病気的な。あ、オスです。じゃあ次役また今のこの電波がある人とっか。税関は通れたっていう、コメント、知恵袋の記事もありましたけどね。うん、お疲れ様です。あと1分ないぐらいかな。ちょっとこれだとよくわかんないですよ、残り時間が。ツールの問題で、正確な残り時間がわからない。今、残り時間4分44秒と書いてあります。税関ってどこ？税関。成田？うん、うん、今ロスタイムか。緊張してるんだろうな。4分半でも終わってるのか。あ、販売、あ、そういうことやり始めたら確かに一気になくなってしまうだろうからな。うん、もうじゃあ次は取り始めるか。看板はあれどうなったんでしょうね。そんなことで有名人にならないでよ。うん、その通りだ。お疲れ様です。そんなしょうもないことで有名になってもね。というのまでは実質的には、うん、実質的には規制されていません。うん、うん、まあそうですよね。そこまでうるさく言ってたら観光客に嫌われる危険性もあるし。でお疲れ様です。もう次は取り始めてます。土地柄なんですかね。土地柄が終了しました。終わった。枠が取れたよ。よし、取れた。うん、割と電波調子はいい方だな。
天気的には、あ、まだ大丈夫かな、まだ大丈夫かな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。和骨です。いらっしゃいませ。和骨ですよ。うん。絵がまだ来ない。絵はですね、30秒ぐらいは最低待ってもらわないと間に合わないです。いらっしゃいませ。よし。和骨です。いらっしゃいませ。うん、今ちょっとあの枠終わる前からもう撮り始めたんで。で、次の目的地は、ギタラだな、ギタラ。アギギタラ、海ギタラ、ギタラ展望台ですね。ここですか。ええ、でもマッテラの浜なんか位置おかしくないですか。サムレード出てきたところよりも手前にありますけど。そうだ。まあでもさっきここからこう来ましたよね。こう来てこう出てきてこう来たんですか。うん。ということはマッテラの、ああなるほど。続きがあるのかな。というわけでこのギタラ展望台って皆さん見えてますか。ギタラ展望台。陸ギタラと書いてアギギタラ。海ギタラと書いて海ギタラ。そっちはそのままか。あとこれゆるキャラですか。これこのサンゴくんはゆるキャラなのかな。実写ですけど、実写に、あと実写に顔と手足が書いてありますけど、ギタラって髪の毛まで行くのか。マブヤ、あのなんとかマブヤですね。竜神マブヤでしたっけ。ゆるキャラがなんか痛そうなんですよね。抱きしめたら怪我しそうな、そう、あの石灰質の、石灰質なゆるキャラですね。竜神マブヤはあのちょっと録画してみたけど、あの 見ないまま消してしまった。あれ面白かったのかな。よっと、じゃあちょっとまた電波悪くなりますけど、マブヤ、あ、マブヤっていうのはあの妖精みたいなやつでしたっけ。うん、そんな小長い感じきはいらん。そんな海岸じゃないや、実況はいらん。ロボさんの配信見てたらセキュリティなんちゃらが出てきたんです。いかれ。え、セキュリティなんちゃら、あ、引っかかったってことかな。セキュリティチェックに延長お願いできますか。延長、あ、あの今は FMLE が途中で使えなくなるとかいうあたりの事情をもとに一般枠を取り続けてます。これ結構あとタイムシフト録画するのめんどくさいんですよね。タイムシフトのデータをダウンロードするのが。ホラクティさんも配信者なの。ホラクティさんは配信者ではないですね。いや、家島って直で渡れるの。家島ですか。いや、あれも船ですね。またもやろう。ただ30分ぐらいだと思う。そう、私はな、あの砂利道のところはあんまり気にせずに行ってしまうので、そのためにあの太いタイヤ履いてますからね。30分枠の方が遠すぎるの、楽チンス。あ、そうかもしれないな。長いとそのタイムシフトで、あのプログレスバーの動く距離、動く長さに対しての時間が一気に動いちゃいますからね。6時間枠とかだと。あれ、ここにもサムレード。またサムレード、写真だけ撮っときます。もう行きません。今映像来てますか。さっきのサムレードっていうのは、状態が良いところでこんな感じ、状態が悪いところはこの中央部分が砂利道になってます。1人数分ですよね。あ、見えてます。そう、こんな道なんですよ。しかもこれがまだマシな方だから微調整ですよね。確か私もそうそう、タイムシフト見るときに。あ、ありがとうございます。さっきだけ極端に悪かったみたいですね。再びもう入らない。私一人だったら行ったかもしれんけどって言っても、今度はなんか長そうだしな。あそこガードレールが青よ。ガードレール、そうですね、青緑色って感じですね。でもこれ塗ってあるだけだ、裏が白い。寒いです。ほら寒い、裏が白い。山どうしようかな。山口は上の緑の、とりあえずまあ一周するか、あまり考えずに。山口はですね、なんか黄色がはげかけた白みたいなやつもあったんで、
あの塗り直したやつと元から切るやつがあるんじゃないですかね。おお、見えてるかな、あの海。よで、ギタラ、ギタラすごいな、この辺りの岩山。ギタラ、晴れてれば絶景だろうに。うん、まあでも今でも結構いい感じですよ。そこそこ夏の海だな。ガードレールが水色なのね。水色、あの青緑な感じです。ですね、ギャプランみたいな色ですね。大学の時の先輩にあのモビルスーツのギャプランが大好きな人がいて、それで覚えてしまった。あ、でもギャプランの方がもうちょっと青いか。あ、これか、ギタラ展望台、椎茸みたい。これですね、ギタラ。写真撮ってた逆の陸側の竜神堂とかいう、ええ、洞窟なのかな、わかんない。洞窟ですか。黄緑色だろ、ガードレール。黄緑とではないと思うけどな、配信でどう見てるかわかんないですけどね。お、どこに行く、船が出かける遠くから飛沫上げ汽笛鳴らして出港だ。うわー、島っぽいなこれ。今こっちは20度割ったかもしれないぐらいです。暖かいよ、暖かいよ。半袖短パンで走ってますよ、この時期に。いや、じゃあちょっとギタラの展望を。ちょっと目が悪くなったと思った、うん、目がすごいな。あ、ギャプランね、わからん。そうそう、ギャプラン、あ、ギャプラン知りませんか。変形するやつです、変形。おお。展望台来た。おお。で、海ギタラとアギギタラはどこ？ギタラ展望台。ギタラ、そのギタラがどれなのかわからない。さっきのパンフに載ってるかな。どれがギタラなんだこれ。ミクロンですか。いつ？おお。いいな、あったかくて。本当あったかいんですよ。この写真見る限りは、うんうん、この岩山のことですね。なるほど。あれが多分海ギタラだ。なるほど。石回転。キノコみたい。じゃなくて、キノコみたい。天狗。そうそう、ギャプラン。ギャさん、すみません、そこまで実は詳しくない。しまった、にわかが露呈した。屋根付き。屋根付きです。でもこれ、風が、風があったらもう全然吹き込まれっぱなしで意味ないと思いますけどね。早、重そうな屋根が怖いよ。いいそう、確かに傾いたら大変ですね、これ。これ、わら確かに遅いですね。怖すぎる、わらわら。で、あれが多分海ギタラです。まず海ギタラ写真撮って、よっと。で、陸ギタラと書いてアギギタラっていうのはこれの、これがギタラなんですね、多分。ああ、そういうことか。なるほど、なるほど。写真見たらそうだと思うんですよ。1回転ありがとうございました。失礼しました。これが多分アギギタラ。異例ともありますね。何の異例となのかな。あと向こうのとんがった山が気になる。あれなんだ、とんがりすぎ。神聖なものなの。神聖な、まあでも山は結構信仰の対象だったりしますよね。でもギタラってのは何のことなんだろうな。二見ヶ浦キス、物愛の中みたい。物愛、こんにちは。こんにちは。うん、寝ますですね。あの三角の山はなんて名前なんだ。二見ヶ浦海岸という写真しかないな。あのとんがった山が写ってる。あ、そうだ、ここはあれだ、 iPhone のパノラマ写真だな。ロボさん一人ならここで料理配信だな。料理配信。
でもここ風が強くて厳しいですね。うん、三角形綺麗ですよね。どっからスタートするかな。このまま戻して、じゃあここから。待てよ、どっからスタートすればいいかな。この海の方はただの海岸だからあれなんで、こうしてこっからかな。こっからだ。で、こうやって地中を中心にできるだけ滑らかに回りながら、あウィギタラがちゃんと映らなかった。ちょっともう一回やり直し。断崖、あ、そうなんですか。ありがとうございます。違う、これスタートする場所が間違えてる。こうだ。こんな風にして、あー暗いなー。これでどうだ、どうなった。アギギターがどうやってだって映らん。まあ後で写真加工すればなんとか。下の欄干、ていうか高さが違いすぎて両方同時に映らないですね、アギギターと右ギターは。まあよし、改めてアギギターをちゃんと撮っといて、よし。じゃあこれで押さえた。ギターは寂しい、そうかな。あ、でも寂しいのも好きですけどね。しみじみするじゃないですか。どちらかというと、あの、にぎやかっていう、あの、観光客がいっぱい来てるところだと、なんかあの、そういうのを嫌う反骨精神じゃないけど、なんていうのかな、なんかそれ矛盾してるだろうっていうのは自覚してるんですけど、人があまりたくさん来るところは少し価値が下がる気がしますね。うん、この島に泊まります。すぐそこあたりの民宿取ってます、取ってますっていうか先にも添えてきました。コーヒーとお菓子いただいてきました。一緒にテレビ見てきました。あ、また日が差してきた。このまま一周する間だけ晴れて、あの、雨が降らないでいてくれるといいな。ギタラマン晴れてたら、青空だったらまた違うでしょうね。まあでも雨予報だったから覚悟してたよりはだいぶいいです。あくまで相対的に考えれば、相対的に考えるんだ。これお墓ですね。私が沖縄行った時も雨が続きでしたり、雨、あ、リエさん割と雨の日多いんじゃないですかね、沖縄は。島一周します。今日も走っております。雨予報だったけど今のところ晴れてます。アハラウタキ、ウタキっていうのはあの、なんていうかな、神社みたいな感じかな。民宿のマダムの心は抑えたの。民宿のマダムの心どうかな。空気は乾いてる。空気はそうですね、まあまあ乾いてるかな。タマウドゥンでさっきのところですよね。でちょっと待ってください。次の観光地をチェックしとかないと。さっきのギター、ホコラですかね。島を一周、そうです。まあ枠というかそれが目的で今走っていて、この先はもずく加工場があって、でさっき宿のオスプレイ、こっちに来てないですね。いいよっと、さっき伊是名の集落を抜けて、その先はセリ客っていう集落まで。特に何もないな。デビルマン、何の話。よし、じゃあ伊是名集落通って次はセリ客集落。なんか作ってる。あ、これもモズク最終選別施設。コテハン、ん？コテハン。最終選別施設って書いてある。そう、最終選別。ここでほとんどのモズクがふるい落とされる。
サトウキビは結構あちこちで植わってるのも多分アハラウタキ、な、長見ってことは上の方なんだな。まあ、とりあえず一周してみます。一周したとなり、あのまだ晴れてれば、雨が降ってなければ、うん、明日家島ってとこ行こうと思ってます。それか運転校に戻ってまたそこから出て伊平屋島か、ちょっとどっちがいいか比べてみるかな。伊平島も伊平屋島も行こうとするとちょっと厳しい。31日には那覇にいようと思ってるんで、あの慌てなくていいように。今日28ですよね。28ですね。29、30だから、あと4日。30の晩に、あ、今なんてなんて。あ、今、すいません。何でしたっけ。あ、いや、いいです。どうぞどうぞ。あれ？コスモスが咲いてる。何故？これコスモスですよね。なんか時期的に全然。飛行機は31日の15時何分のやつです。でも寒くなりそう。寒く、あ、そうですか。でも着るものは持ってきました。雨雲あるし。何故アウシュビッツ。彼氏ですか。彼氏ですか。またホモネタか。あのホモネタ自体についてはだんだん寛容になってきたつもりではあるけれども、いまだになんかな、あの配信者をホモ扱いして面白がろうとする人に反発を覚えてしまうな。まるで佐賀県みたい。佐賀県ですかこれ。佐賀はコスモスなんですかね。おお。コスモスは植えれば咲くよ。植えれば咲く。で、それ以降もう一切根絶できないとかそういう話か。もうニコ生主はみんなホモって設定で良いよ。みんなホモって。ただのお知り合いですよね。お知り合いで、その知り合い絶対今知りって、あの体の部位の知りって書いたなきっと。濡れ衣だったらすみません。季節感ですよね。あと1月に桜祭りあるんですよ、こっち。よっ。泣き陣の方の桜祭り。デビルマン千葉。千葉は私はこの間行ってきました。そう、聞こえてます。ヘルメットの横のスピーカーから流してるんで、これ。風はそうでもないです。締め飾り、あの、昨日ダイソーで締め飾り売ってたんで、トラフキさんがこれつけたらどうですかねとか言ってましたけどね、買わなかったな。古い自転車、フレームは再生して使ってるんだ、くれるんだったら、ほんに敏感、それもありますね。でも、だって、ほんもこんだけ書かれたらやっぱりイラつきますよ。やかましいわーって言いたくなります。あ、伊豆のビーチは見ていくか。こっちからちょっと海沿いに出て。伊是名ビーチはですね、あのこの島で10月か11月に行われるトライアスロン大会の、あのスイムがあるところらしいです。スイムコースらしいです。で、トライアスロンは12月。へえ、こっちに限った話じゃないのか。そう、トライアスロンですね、あの宿のお母さんが言ってたんですけど、あの島を挙げてみんなで応援して、スイムの時は各地区のみんながこっちに集まって応援して、でその後ランになったら、ランかのバイクだったかな、うん、バイクになったらみんなそれぞれの集落に戻って応援するとか、あの細かい情報を教えてもらいました。友達と一緒に帰ろう、不審者対策、伊是名省5年。車はそうですね、トラックはちょっと走るぐらいですね。ビーチはどれになるんだろう、これかな。応援者も大移動するんだね。応援者みたいですね。本当に島上げてやるらしいんで、島というか村というか。あ、スイムってそもそもどんだけ泳ぐんでしょうか。こんな島にも不審者とかあるのか。不審者いるんじゃないですかね、私とか。人の中がいる、こんにちは。不審者いるのか、わら。夜中真っ暗なんでしょうね。中でしょうね、街灯ないし。ここでスイムやってみんなが応援に来るわけですね、集中して、あのみんながここに集まって。不審者もいませんね、誰もいない。今1人いましたね。不審者って多分みんな知り合いだろ。みんな、あ、そうですね、確かに。そういう箱をちょんまげマウントが、犯罪者が逃げ込む島だろ。
在車島流すか。知らない人がいたら、それは不審者。まあ、島の外から来た人ですかね。市橋って沖縄に逃げてたし。市橋。あー、そのネタか。第22くらいにランクインしました。あれ？あれがさっきのアギギタラかな。横から見るとちょっと幅広いですね。うん、さっきのあの椎茸展望台もあるし。うんうん、風はですね、皆さんに聞こえてるほど強くはないと思います。海ギタラ、アギギタラです。あ、そうですね、これ両方映ってますね。いや、下ネタゼロでしたよ。下ネタゼロ、あれ、そうでした。で、今下ネタってなんだっけ。あ、そういうネタって言ったのはその時事ネタというか、そういうつもりでそういうネタというふうなニュアンスで。犯罪者、男たちは北へ。レーダードーム、あー、あれですかね、あのさっきの展望台。ホラフキさんでございます。今はだいぶ その手のネタを抑えてる人です。ちょっと曇ってきたね。うーん、あ、いやでもまだまだセーフな感じですよ。さっき少しもっと暗くなったかなと思ったんですけど、まだだった、まだ大丈夫だった。こっちから抜けられないか。海、海は、そうですね、この辺り遠浅で、どうもホモです。今度は自分のこと言い始めたか。自分をホモにする。東屋、あ、今回ですね、結構寝てるから今日昼寝しなくても大丈夫です。鳴らしてます。市橋事件、市橋、うん、その辺りの時事ネタは弱くて。芽吹いてる春。気温は本当に春ですよ、あの本州でいうところの。そうか。ネタ。ホラばっか言ってるからホラッキーなの。そう、ホラばっかり言ってるという、確か自分でそう言ってたはず。ホラばっかり言ってるからホラフキーさんなんですよね。その通りですね。その通り、その通りと言ったけど、それを、ま、あの信じちゃダメですよ皆さん。いうことは全部嘘だから。クレタ人は嘘つきだって言葉あるじゃないですか。クレタ人は言ったみたいな。そう、それでも本当は嘘なのかみたいな。言葉としてそれが成り立たないっていう。で、そもそもって言ったっけ。存在が嘘。存在が嘘。嘘存在。この辺りの塀も、あ、ここも人住んでないのかな。小難しいかな。私は小難しいって言われそうな気がするな。放送でこういろいろ言ってると。そうそう。声もイケメンですね。声も。イケメン声っていう。ん？嘘つきさんは呼んでいいんじゃないかな。一月に桜咲くのか。一月に咲くみたいですよ。うん。コンクリブロックも結構ある。コンクリブロック、ああ、目の前にありますね、少し。ほら、で狼少年ってことなの。そう、狼少年ってことです。少年か。ああ、どちらかも中年ですね。狼中年だと言ってます。建物が沖縄っぽい。天の塾さん。沖縄に雪は降るのかな。この辺り結構塀がこれ崩れて低くなってんのかな。元からこの高さなのか。結構家によって違いますね。ホラの後ろに真実がある。この後ろに、お、旅館宝の島。ホラフキーさんは本当は狼男ですよね。狼男ですね、ワウルフですね。ホラフキー大根。沖縄なのか。沖縄なの。うちの真ん中にバイクはこっち。そう、あのバイクの止め方もいいですよね。いらっしゃいませ。さっき道のど真ん中にバイクが止めてあった。猫だ。あ、本当だ。白い、あ、もう逃げる。早いよ、逃げるの早いよ。あの猫、潮も吹くの。潮も吹くと思います。早いよ。どんだけ臆病なんだあの猫。
走って逃げてる。じゃあちょっとビーチの方に。前どこだったかな、潮吹岬だったか潮吹公園だったかっていうところで、あのご近所ライダーさんが遭難して、その付近何公園って言いました、ん、何公園って言いました、潮吹公園、潮吹公園、確か囲い、ああ家の塀ってことですよね。おお、ね、こっちか、多分スイム やるのはこっちですね。そう、ここですね。あ、綺麗だ。あ、青空もちょっと見えてていいな。水陸両用自転車と聞いて。水陸両用。おお、危ない危ない。今あの後ろの車輪が砂に取られたんですね。危なかった。今立ちこけ一歩手前でした。立ちこけする5秒前でした。危ない危ない。あ、イゼナビーチ、イベントありがとうございます。おー、いいね、ここ。うん、これで青空だったらすごいんだろうな。暖かそう。本当暖かいです。風がぬるいんですよ。ここが世界的に有名なイゼナビーチか。世界的に、マジですか。トライアスロン的にはイゼナは有名かな、有名なのかな。確かですね、さ、あれ今何回言ってたっけ。いや、あれは別の話か。あれだ、あの宮古島のトライアスロンが確か30今何回なんだ。今日途中ですね、あの運転校に着く前、放送やってなかった時間に、50、60代か、60代ぐらいの、見た目60代に相変わらず自転車に見えないですけどね、あのキャンプ装備積んだ人と、それ、あの自転車の人と話をしてて、その人は30年前に宮古島で第2回のトライアスロン大会に出て、で天然になって今久々にそのあたり回ってみたいと思って南西諸島回ってるって。え、あれ観客席みたいな感じ。ああ、あれ柵ありますね。でも多分段はあれ普通の、さっきのとこと同じ感じじゃないですかね。こっちがあれなのかな、トライアスロンの会場なのかな。多分そうですよね、あの人が出入りしやすい浜辺だったら多分こっちですよね。風はさほどでもないんですけどね。ザフォード強いってほどではないかな。まあそこそこありますね。まああとは気温がそんなに低くないから、うん、楽でいいですよね。風冷たくないの。風全然冷たくないっす。あ、ただ半袖短パンでずっとこれ止まった状態で当たり続けてたら少し肌寒いかな。自転車乗ってるとちょうどいいです。すごい快適よっ。これす、うわ、スナックっぽくない、全然スナックっぽくない。民家にしか見えない、こういうのいいですね。風貌はずれたのかな、あの色が全くない風貌。あ、いや、ついてますね。あれ、なんで入力今間違ってるかな。いや、なんか風音がひどすぎるって言われて、あれ入力間違ってる。ちょっと FML つなぎ直しますね。風の音がすごいから強く吹いてるのかなと。なんでだ。ガードの甘いスナック。いや、 USB ヘッドセット合ってるな。よっと、あ、もう終わりか。ん、あ、こいつプライマリーサーバーエラーか。今は大丈夫ですが、浜の風切り音はすごかった。なんでかな。マックの、いや、ちゃんと光ってるしな。観光地化されてない。される計画は新しいですけど、今言ってないよ、全然。浜のノイズはすごかったね。GoPro動画の方にしか。ああ、ダメだ。プライマリーサーバーエラーだ。波の音してる。やっと。ストップエンコーディング。ちょっと最後おかしくなったな。じゃあ次枠行きます。よっと。で、今、あの民宿のすぐ近くです。民宿から500メートルぐらい。入力は間違ってないですよ。マイク触っ
ちょっと、ああ、じゃあ間違いないですね。じゃあ次役取ります。よっと。通信速度は大丈夫かな。止まった。ハングった。あとよく考えたら時間、配信時間は60%しかない。今日そんなに長時間やってないよな。そっか、船の中でも動かしっぱなしだったからか。 GoPro は最初からあっち側でやった方がいいかもしれないな。ああ、死んだ。豆ライブが死んだ。遅いのかな。来た。再利用で。かゆかゆかゆ。放送開始。枠が取れたよ。ふわ。じっとしてると少し眠いな。いらっしゃい。怒ってないよ、怒ってないよ。よし、来た。これで転送速度は、お、200いった。100、100、上がらない。下がった。いらっしゃいませ。あ、ヤギの声がした。今見えていましたよね。あ、気づいてなかった。いらっしゃいませ。ちょっと電波良くないみたいですが、進みます。沖縄23度かよ。23度、いや今はそこまで上がってないんじゃないかな。ヤギどこだ。わこにゃん、って鳴いてる。電波いいといいな、この辺り。あ、さっきの猫か、あれいた。茶色い。コミュニティに参加しました。2匹いる。1頭どこだ。すごく泣いてる。あと首出してる。映像いってませんかね。片耳だけ上げてるの。あれ、もう1頭どこにいる。止まって動いての繰り返し状態です。あそこで猫がこちらを見ている。あ、さっきの猫と違うな、あれ。いや、ヒージャー。ああ、なんか尻尾振ってる、尻尾振ってる。よっと。これから行くところもアーガ山の裏手。アーガ山、ああ、山の裏は通じないかもしれないですね。
愛らしいヤギがいるんですけど、なんか茶色と白のヤギいるんですけど、もう一頭中にいるんだよな、見えないな。結構何頭もいるんで。あ、そうですか。どこにいる？ん？見えない。壁の高さの方が高いのか。愛らしいなぁ。見てる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 、思いっきりこっち見てる、かわいい。なんか餌やるわけにもいかないし、なんか可愛がれないですよね。頭撫でるのもなんか寂しいようにしか見えないですよね、あの感じ。飼われてるんですよね。うん、首輪もあるし、いや、まあ柵の中に入ってるし、そもそも。こっちですね。で、電波は相当ダメなようだ。うわー、この墓古いな。空の上の方は青い。じゃあ次はセリ客。これも墓の後ろかなのかな。ぽいな。何の匂いだ。今回もちょっと変わった匂いがしたけど。こんにちは。風だとひどいのはなんでだろうなっていうか、風結構あるな。さっきよりも強くなってきた。菜の花だ。でもこれは冬でも咲いてる場所結構あるな。植える時期によって調整できるらしいので。あ、来た。ちょっと放送チェックします。よいしょ。電波悪い。あ、メイってなんかあれ、コメント読み上げ来てないだけ。テスト、いや、行かないな。ちょっと一旦こうして通常発信でやろう。これで転送速度は82.2。ダメだ。電波は類の、電波は類ので、進みますと。
あ、すいません。電波がない。